ちょっと眉毛が染まりすぎました。はい、では早速始めていこうと思います。ローラメルシエファンデーションプライマーハイドレーティングを使っていきます。ファンデーションはこちらレブロンのフォトレディキャンディットファンデーション200番を使っていきます。ではコンシーラーはこちら久々の登場です。ザ・セムのチップコンシーラーを使っていきます。手の甲に出して少量をなじませます。パウダーはメイクアップフォーエバーのウルトラ HD ルースパウダーを使っていきます。はい、ベースメイクこんな感じです。シェーディングはトゥークールフォースクールのアートクラスバイロダンを使っていきます。眉毛は本当にいつも同じですみません。セルフォークのインディケートアイブロウパウダー05番のここの色を使っていきます。ブラシは6ブラスです。ちょっと今ね、眉毛染まりすぎちゃってるんですよ。結構こうメイクしていくのがめんどくさいな、すっぴんで家出たいなっていう日でも、最近は眉毛がこんな感じなので眉毛だけは描いて家を出るようにしています。はい、眉毛こんな感じです。今回はこちらのマスカラを使いたいので、アイメイクは薄めに仕上げていこうと思います。使うのはこちらキャンメイクのパーフェクトマルチアイズ03番です。これめちゃくちゃ好きなんですよね。もう底見えしちゃってるんですけど、ここの色を上まぶたに、ここの色を下まぶたにのせていきます。このアイシャドウパレット持ってる方もすごく多いと思うんですけど、本当に使いやすくて大好きです。で、下まぶたはここですね。ここのカラーを使います。このカラーももうここ見えしてきそうな感じありますね。そして下まぶたにはこちらクリオのプリズムエアシャドウ16番のコーラルというカラーを使っていきます。この綿棒でこんな感じでつけたら、下まぶた、こんな感じでキラキラさせます。綿棒で塗ると、指で塗るよりもちゃんと細かくというか幅が狭くちょうどいい具合に塗れるので、私は最近綿棒で塗るのが好きです。デジャビュのラスティンファインクリームペンシルアイライナーのブラックで粘膜を埋めていきます。はい、そしてアイラインはこことここのカラーを混ぜて使っていこうと思います。
はい、アイラインっぽい感じに引きました。そしたらペリペラのカラーマスカラを使っていきます。ちょっとね、正式な名称はわからないのでちょっと調べて載せておきます。で、色のこんな感じのかなりレンガ色っぽいオレンジ色のカラーマスカラです。はい、では塗っていきます。はい、こんな感じです。だいぶまつげの印象が薄くなるまつげですね。でもすごく可愛いです。おしゃれな感じの目元に仕上げてくれる感じがあります。ではチークはこちらリンメルの 3-in-1 モデリングフェイスブラッシュの008番を使っていきます。ハイライトは RMK のグロースティックを使っていきます。これもベタベタしないハイライトなのですごく使いやすいですね。リップはこちらアイムミミのアイムティックトックティントリップを使っていきます。色は004番のウォームブラウンです。で、その上にこちらマキアージュルージュミニの RD606 番を重ねていきます。はい、では髪の毛をセットしていきます。はい、メイクこんな感じです。まつげを主張させないカラーマスカラを使う時のメイクはアイシャドウも薄めにするのがいいかなと思います。で、下まつげの、まつげじゃないや、下まぶたのキラキラはポイントになるので可愛いかなと思います。でね、今ね、シャンプーを最近変えたんですよ。そしたらね、めっちゃ髪質今超良くて、ちょっとまたこれは別で動画にさせてください。今までずっとアイハーブで買ったネイチャーズゲートのすごい香りの強いシャンプーを使ってたんですけど、そこからちょっと変えて別のものを使ってみてるんですけども、それが私の髪に合っているようで最高です。はい、でプリンも今めちゃくちゃひどいんですけど、こうやってさ見るとさ、めっちゃプリンすごいんですけど、明日染めるので勘弁してくださいってで、前髪伸ばそうと思ってるんですよね。持ってるんですよね。邪魔なんですけど。そして、動画中に話せばよかったんですけど、先日私のこのネックレスのブランド EM のファミリーセールがあって、で招待されたとかいうわけではなく、 EM の商品が好きなので、こうファミリーセールに個人的に行かせていただいたんですね。そしたらそこでプレスの方とマーチャンダイザーの方に、永田さんですかって声をかけていただいて、なんか本当に私が好きで発信してたものがこうやって本社の方にも伝わっているっていうのはすごく嬉しいことだなって思いました。皆さんのおかげです。本当にありがとうございます、という私の嬉しいご報告でしたこれからも私の好きなものとかをいろいろ紹介していきたいなって思いました。皆さんのね、好きなものとかおすすめのものとかあったらぜひ教えてください。ではちょっと今回はほっこりなお話で終わろうと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、Twitter、Instagram のフォローもお待ちしております。永田でした。最近シミがひどいなと自覚してきたので、医療のシミ取りレーザーとかに行ってみようかなと思っています。